そうですね、最近そればっかなんですけど、まあ、平成とともにちょっと去ってしまいましたね。はい、令和はどうですか？令和になってちょっと時代についていけてない気ます。はい、はい。まあそうですね、はい。あ、今もやってますよ。あの設備投資してサンゴとかしてたんですけども、まあちょっと事件でサンゴがちょっといなくなって寂しくなったぐらいですね今。まあ今それでも10匹とかはいるんですかね。はい、はい。まあバイクもですし、今ゲームでスプラトゥーンっていうゲームも結構はいしてます。はい。あ、そうです、これです。はい。選手間でやってる方多いですね。あ、もう選手多いですよ、かなり。はい。腕前はどうですか？まあA2 級ぐらいだと思います。はい。あ、下條さん。あ、下條さん、ね、あ、はいはい、やってますね。はい。で、次も出たいって言ったんですよ。はい。いや、いや僕は無理です。下條さんの肉体を見たら自分では到底かなわないなと思います。はい。すごいんですか？あ、もうはい、競艇選手って思います。あ、すみません、ボート選手でやったっすね。そうなんですね。はい。鍛えてるんです。あ、鍛えてますね。もう宿舎でふん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 言ってます。もう筋トレばっかですね。さすがです。はい、はい。まあもうちょっと頑張って上のクラスで活躍できるように頑張りたいと思います。応援お願いします。